前回で第2、加減法ありましたので今回第2法なんですね。で、ですね、8ページご覧になっていただきたいんですけど、まあ問題によって僕は中学生の子ってどうしてもね加減法の方が好きで第2法で解く人が気嫌いする子が多いんですね。で高校行くと僕は第2法しか経験してないでだちこっちの方が重要なんだって主張したらば今舌を泳いでる数学者なんだからそんなことないとか言われて大学入試でも加減法使うとか言われてけど経験してないんですよね。けど第2法これ大事な考え方なのでしっかりと。とにかく問題を通じてお話していきますね。カット 1y でしょ。で、もう一度見ると、加減法か代入法かっていうのがね、問題文がこう主張してくるんですよね。よいしょ。例えばこれね。で、一番最初の連続方程式のお話だと思うんですけど、この y とこの y は同じものなんだ。この x とこの x は同じ値なんだ。ということがまず基本にあるんですね。あと、数学の計算においては文字を減らすっていうのがすごく重要になっています。今文字が2つあるのを どうにかして文字1つ減らして1つの関係式を作りたい、いわゆる一次方程式を作りたいっていうのが方向性なんですね。そうするとこの y とこの y が同じならばこの y とまた x マイナス5等しいんでしょ。ということは下のこの 3y の前に x マイナス5を代入しちゃえば置き換えちゃえば全てこの下の式これ丸1丸2ですよね。丸2の式は x の一次方程式で表現できますよね。だからこのように y というものを x もう一方の文字に置き換えて代わりに入れちゃうが代入法っていうんですね。でただこれ一番気をつけなきゃいけないのは代入するときは括弧をつけて代入してください。これ全体で一つのものなんですからこれを全体を3倍するっていう感覚が大事なので括弧をして代入すると。だから丸1を丸2に代入。だからこれもこの問題にこの連続方程式に関してはもう代入法で解いてくださいっていうもう意思表示されてるみたいなのね自分でね。だからそういうことで問題文を見るとどちらでやるべきかっていうのが見えてくるんですね。でこれ代入します。と 2x プラス3この括弧が大事ですね。 x マイナス5 x マイナス5ですね。でこれが20あとは丁寧に解いていきますですね。 3x マイナス10とイコール20ね。同類項計算 5x は20プラス15もうここからはもう中1の一次方程式でしょ。でここが35だから x は7。であと代入法の、いいところは何かっていうとほら求まった x をほら代入しても最初から y イコールになってますから式の変形せずにねもう直接代入した式元になった式に求まった文字を代入するともう一方がすぐその場合求まっちゃうっていう意味で代入法はすごく僕は好きなんですけども。で丸1よりもう y イコールになっていくから楽でしょ。7を代入すればいいですから 7-5 で2ね。で x イコール7 y イコール2になる。まあこれ縦でも横でも問題ないですからねよろしいでしょうか。ということです。で次でね括弧に、これを代入法の、例題として使ったのは普通ね、この問題を見たらば通常だったらこれ加減法でそのまま足し算すれば y 消えるでしょ。だから、加減法でこれ普通だったらこの問題が出たら普通加減法で解きます。ただ、代入法っていうと常にほら文字の係数が1の値1の条件1の場合の式を代入するっていうイメージを持ってしまうのが嫌なんで括弧2をちょっと、これ今考えてみたんですけどもちょっと括弧にね2x プラス y イコール8やと。で、4x マイナス y イコール10ですよね。その時に、まあ、加減法と同じような発想なんですけども、これね、ほら、4x でしょ。で、これ 2x でしょ。ってことは 2x っていうのを、
この 4x っていうのはこれが2個分でしょ、ね、だからこの 4x っていうのをほら 2×2x とマイナス y イコール10と考えれば、この 2x というものを y で表現できればね、いいわけじゃないですか、というような、あのこの問題に関して無理してそれやる方がちょっと不自然かもしれないですけども、このように係数が1のね文字のを使って、右辺を代入するっていう発想だけじゃなくて、別に係数がついてる場合でもいいんだよってことを見せたかったので、この問題を使ったの を引用してるだけの話ですからね。いいですか。だから今丸にこれ 2x、 これ 4x、 あ、これ2個分を代入すればいいんだなと思えば、 4x はこうなるか、この 2x、 ね、この 2x を y で表現できればいいんだなってことが見えるでしょ。そうするともう丸1よ、丸1より 2x イコール 8 マイナス y。 だからこの 8 マイナス y でこの 2x 代入すればいいってことですから、そこ で、丸2で、まあ丸1出しとかします。で丸1出し、ちょっとあの回りくどいように感じますけども、たまたまこの問題だからちょっと違和感あるんですが、こういう考え方って意外と使えますからね。で丸1ダッシュを丸2に代入すると、だから2倍のカッコ8マイナス y ですね。もう 4x はこのようにも皆さん見えるでしょ。だから 2x にこの8マイナス y を代入するんだということです。でマイナス y イコール10だったと、うん、ね、あとは16マイナス 2y マイナス y イコール10、マイナス 3y イコール10マイナス16、上の方行きますね。だからマイナス 3y イコールマイナス6か、だから y イコールで、次は何だ、 x を求めるでしょ。じゃあここに何しましょう。で丸1ダッシュ、しかしこれだったらば、あ、いいよ、丸1ダッシュと言います。で丸1ダッシュより 2x イコール8、気をつけてね、マイナス2、あ、これは2か、だからマイナス2ですね。だから6、 x は3だと、よって x イコール3、 y イコール2だというんですね。あのこの問題だとあまりありがたみを感じませんが、こういうね、係数が1じゃなくてもいいんだと、 2x という一つの塊を代入してもいいんだってことを知ってもらいたかったってことです。では早速、演習5を使って入試問題を解いていきましょう。でまず最初はね、入り口なので、最初からもうあの代入法でやってってこう自己主張している問題だけをまず演習5では選んでみましたね。自己主張してるでしょ。今回も数番号だけありましょうか、ね、まず1番、青森はもう x イコール3、 y イコール 3x マイナス5って書いてあるんじゃないですか。新潟もう y イコールになってますよね。沖縄も y イコールになってます。このようにあの自己主張してる問題があるときはもうそれに素直に従っちゃった方がいいんですね。よし、そうしたら演習5、カッコ1、x プラス 2y イコール4、y イコール 3x マイナス5でしょ。丸1、丸2ですよね。もうこれ自己主張して、入れてっていうのを自己主張してますよね。だから丸2を丸1に代入する、そうすると x プラス2倍の 3x マイナス5イコール4だ。x プラス 6x マイナス10、ね、だんだん単調な作業になってくるから逆に計算ミス増えてきますから慎重にやってください、ね。まあ、自分の次回の意味を込めて言ってるんですけど、ちょっと 7x イコール移行しますか、まあ、丁寧にやりすぎるとまた辛いところもあるんですけど、ね、まあ10ですね。で丸2よりね、代入法って楽なんですよ。元町だとあともう素直もう自然に代入すればもう一歩出てきますからね。だから丸2より y イコール、これはもう暗算でいいでしょ。3には6マイナス5で2だとね。で不安だったら代入すればいいんです。ここに2でしょ、2、4なりますよね。
よって x イコール y イコール1だと。よろしいでしょうかね。次、新潟の問題ですね。あ、けどまた同じ問題書けるかな。いっか。あ、ごめん、つまんないな。ちょっとたまに x 代入してみようか。ちょっと、あ、で、問題、これ京都の問題が、ちょっと見た感じやらしそうだからね、関東、全然やらしくないんですけども、1番と4番と6番にしましょう。4番、突然4番にしましょう。x を代入しましょうかね。x イコール 2y プラス10ですか。で、こっちが 3x プラス y イコール2ですかね。でね、そしたらば、もう、この x が 2y プラス、この x にこれ代入しましょう、これ。そうすると、3倍の、あ、ですね。丸1を、丸2に代入だと。3倍の括弧 2y プラス1プラス y イコール2。6y プラス30プラス y イコール2。で、あの y 30マイナス28、728ですもんね。 y イコールマイナス4になる。で、丸1より x イコール、暗算でいいですかね、マイナス8プラス10。一応簡単にね、丸1の式から求めたから、丸2を満たせば両方満たしますから、6でしょ、 OK ですね。よって x イコール2、 y イコールマイナス4。よろしいでしょうかね。だから x を代入するように、なかなかね、こういうのって多分いつも y イコールで常に y に代入してるから、たまに x できっと出したんだと思いますね。あんまり見ないですもんね。秋田の入試問題も大変丁寧でいい問題が多いんですよね。うん、次、6番、京都ですね。これもね、なんか一見やらしそうですけどね。よいしょ。カッコ6。3x プラス 5y イコールマイナス11ですね。で、2倍のカッコを x マイナス5イコール。これ、1が逆の、これ y イコールになってないだけでやって、ほら、もう y イコールになってるんだから、この y にこれを代入してくださいということですね。カッコを見ると、カッコを外したい方多いんですけど、そんな、なるべくカッコを外さない方がいいですね。で、ここはね、カッコつけて代入するとちょっとうるさくなるんで、もう皆さん、これ、この5は、この2にかければいいんだと。だから、こうなりますよね。これ、カッコつけて代入すると、意外とうるさいんですよね。丸2を、丸1に代入。もしすごい丁寧に代入するんだったらね、こうなるんですね。こうして2カッコ x マイナス。まあ、これでもいいですからね。けど、皆さん大丈夫ですよね。これで一つものって考えれば、これ10倍してあげればいいんだと。ね、だこの中括弧まで作ると、これちょっと大げさすぎるんで、まあ、一応これ書いておきましたけどもね。まあ、皆さんはここから、もう一気に、ここから始めて結構ですよ。10倍の括弧 x マイナス。この5をここまで中まで書けるっていうことは、この場合、こうなると、こうなると勘違いする人いるかな。まあ、それはまた後で後半の、もうちょっと先の問題でもう一回注意しますので、まあ、とにかくこの5っていうのはこの 2にだけかけてあげればいいんですね。だから 3x プラス 10x マイナス50、 13x イコールマイナス10プラス50だと。そうすると、これ39です。こういう時って丁寧にやった方がいいです。9で4だから3ですね。だから39だと。よいしょ。よいしょ。よって、ここ、もう一回書いておくと、今 13x
イコール39だから x は3だ。よろしいですかね。で、今度 y でしょ。これですかね。で、丸2。y イコール2カッコ3マイナス5。ここマイナス2になりますから、マイナス4。怖かったら代入しておけばいいですね。この9でしょ。マイナス20になりますよね。よって、x イコール3。5になります。よいな。よろしいですかね。まあもう丁寧に途中から本当ね楽な計算になってしまうので、逆にそこで手を抜なんかケアレスミスが行われますから、慎重に慎重にね、よろしいでしょうか。ということで、これでまず、代入法の基本は終わりにしたいと思います。